速稼塾の久保です。今日はね、カラフルなマスクが届きましたよ。ほら、こうね、緑があったり、ピンクがあったり、黄色があったり、ブルーがあったり、紫があったり、これまあサンプルなんでね、これをもとに、新たなる発注をかけていくんですけども、今日お話したいのはね、こういう風なマスクのことではなくて、こっちですね。どちらかというとマスクはこれね、ご存知、シャープのマスクなんですよ。はい、シャープが伝票が入っていて、これね、私もね、シャープって言ったらね、家電とかね、なんかパソコンだっていうイメージがあるんですけども、まさかね、マスクを作るとはね、なんか時代の変わり目に遭遇したような気がします。ちょっとまあ開けてみましょうか。まずはここにね、こう安全シールがあります。このシールが剥がれてないということは新品だということですね。開けさせていただいて、あ、これなんか25枚束で入ってるのかな。25枚束が2個入ってますね。はい、これがシャープのマスクか。おお、まあ肌目にはね、普通のマスクですけども、国産ということで一定の安心感ありますね。よし。で、やっぱ私が確認したいのはね、これなんですよ。これこれ、このマスクのところに見えます？シャープって入ってるんですよ。これこれはなかなかのブランドものですよね。ほう、ついにパソコンを顔に当てる時代が来ました。いや、感動だな、マスク。でもね、この前の動画でもお話したんですけども、このマスク発注してから届くまでに半年ぐらいかな、かかってるんですよ。すごい。だから私もね、一番最初に発売された時に早速抽選に応募させてもらったんですけども、やっと来たかみたいな感じですね、シャープのマスク。うん、で、通常のマスクとかね、あとバッグにはこの前お話ししましたけども、満単位で私の方にはマスクがもう今ある状態です。あの、世界中のじゃないかな、わかんないですけども、マスク転売をね、やろうと思った皆さんね、こけましたね。もう法律までできちゃってね。で、いろんな転売サイトがストップかけて、在庫余って大変だったでしょ。だからね、ああいう風なことをしてもダメなんですよ。転売ってのは安定的にいつでもゲットすることができて、いつでも販売できるものをこう早く回転させて売っていかないといけないんですよね。だからブームに乗る転売ってのは、本当にブームが去ったら打つ手なしで廃業になっちゃいますから、そういうことで稼ぐんではなくてね、やっぱり世の中に溢れてるものをいかにね、届いてない人に届けるかによって転売っていうのは成功すると思いますので、そちらの方をね、また速稼塾の方で学んでいただければと思います。それでは今回は以上です。マスクありがとうございました。